こんにちは、奇人楽園の今太郎でございます。本日も奇人楽園チャンネルお気に入りポケット、夏に嬉しいスイーツをご紹介したいと思います。今ミニストップさんでですね、ハワイアンホスト、皆さんよくご存知ですよね。ハワイのお土産でよくいただくマカダミアナッツ、マカダミアナッツを作っているこのハワイアンホストさんとミニストップさんがコラボした、もう夏にねまさにふさわしい、商品4つ、本明けに発売された4つのねこのハワイアンホストとのこのコラボ商品ご紹介したいと思います。はい、見えます？皆さん、チョコプリン、マカダミアチョコプリンね、上にムースが乗っていて、うわーって感じなんですけどね。アップで見えますか皆様。夏って感じですけどね。マカダミアチョコパフェ、上にプリンが乗ってて生クリーム、こいつが強烈ですよね。マカダミアチョコシューです。これもね、中身はこんな感じなんですけど、マカダミア幸せクレープ、これもねうまそうだな。4つ、これとこれ実食に入っていきたいと思います。まず最初こちら、シュークリームマカダミアシューですね。結構ね分厚いっすよこれ。ほらここがねしっかりと、おお、たまんないですね、これね。チョコレート感。これね。ちょっといただきます。ね、マカダミアナッツの味がしっかりね、します。このね、チョコレート、ここがね、マカダミアナッツなんですよね。まあ、このチョコレートだけね、ちょっと食べてみて。マカダミアナッツのね、香ばしい、ローストされたね、こう、ナッツの味と、チョコレートがね、もう、ミックスされていますね。これがたまんない。愛ちゃんどうですか？美味しいです。これ、美味しいですよ。これね、ローストされたマカダミアナッツっぽい雰囲気がよく出てます、この、シュークリーム。マカダミア州。さあ、続いてはですね、こちら。ハワイアンホストの、これは、幸せクレープでございます。こちらでございますね。もう、いかにもクレープ、ってな感じですね、これ。割っちゃいますけど。シュークリームと違ってね、ちょっと、こう、ナッツ、ツーフレーバーの感じはちょっと薄くなりますけど、これはこれでいきますね。クレープのふわーっとしたこう食感と、この生クリームの、もうほんと上品な甘さがね、優しい感じです、これ。チップがすごいいい感じで。うん。なんか、ハワイアンホーストのチョコレートを食べてるっていう感じがします。うん、するね。うん。ちゃんとね、チョコレート入ってます。粒チョコレートしっかり入ってます。ああ幸せ。これをねパクッと一口いただく。そしてノンシュガーのミルクコーヒーをいただく。お、これ結構ねカロリー高いのかなと思ったけど、266キロカロリーとね、まあまあスイーツとしては低い方じゃないかなと思うんですよ。じゃあ続いてはですね、こちら。じゃんじゃん。マカデミアチョコプリン。上にチョコクリームが乗ってるじゃないですか。このムース感。でね、真ん中にちゃんとこう、チョコレートのチップが乗ってますよね。それがね、また何とも言えない。で、ココア振りかけてあって、香りを、
ああ、ココアパウダーの香りがね、しっかりついてます。見て、チョコ感。うわ、口の中で溶けます、これ。なんかこんな感じです。美味しい。上品な甘さってこのことですよね。この滑らかな、この溶け合った感じが何とも言えないんですよ。プリンがね、これまたチョコプリンがたまんない。これやみつきになりますね。アイちゃんどう？プリンはそんなに甘くなく、ムースと一緒に食べるとちょうどいい甘さになって、本当に美味しい。だから口の中ですごく溶けるから、何個でも食べたくなるような感じです。マカダミアのこう、ナッツの香ばしさもね、若干口に含むとね、感じます。何よりもね、この上品な甘さがね、何とも言えない。いいと間違いないですよ、もう。あですね、4品目。マカダミアチョコパフェでございます。これね、やっぱり一番ボリュームある感じですよね。わ、このナッツの量、見てください。ねえ、この持った感じ、すごい。パフェ。一番下、これティラミスですかね。で、上から、これがナッツがトッピングされた、チョコクリーム。で、その下がプリン。プリンですかね、これね。プリン。プリン。そしてその下が、スポンジケーキがあって、下がこれ、あれかな、ティラミスかな。まあ、ちょっと一回食べてみます。はい。いい感じですよね。この、しぐれ感わかります？うん。ね、美味しいね。このね、マカダミアナッツ、この香ばしさとね、このチョコクリームの上品な甘さ。もう最高のね、組み合わせです。うまい。うん。おいしい。このね、底のところがね、一体何なのか、ちょっとね、下がね、チョコプリンで、その上にね、スポンジが乗ってて、チョコクリームがね、半分以上こう、上に乗っているっていうの、ものすごくね、甘ったるくもないんですよね。この間に挟んでいる、このスポンジケーキ。これがね、結構、甘ったるい感じを和らげながら、いい感じで、チョコプリンとチョコクリームの橋渡しをしてる感じですね。これがなんかたまらない。完食でございます。ごちそうさまごでちしそうさまでした。た。美味しかったです。はい、ではミニストップさんのですね、ハワイアンホストとのコラボ商品、4つのデザートをご紹介しました。夏の残り、厳しい折でございますが、スイーツ、冷たく冷やしてですね、いただいて夏を、残暑を乗り切りたいと思います。ということで皆様、また次回の動画でございます。ありがとうございましありがとうございました。た。